駅ホームに設置された喫煙室禁煙ファシズムとは喫煙を擁護する言論や表現が封殺されているとするものがナチスドイツが一時期行った反タバコ運動に絡めた過激な非難言葉である。対義する語彙で喫煙ファシズムがある。ファシズムは結束主義も意味する。1980年代末頃からダン・イク段ツイヤスタカ。 山田風太郎らなどが権限権運動をファシズムになぞらえて発言した。1999年に斉藤隆夫は、禁縁ファシズムの狂気で、過剰防衛的な社会のあり方と批判し、2005年に同論文を小屋の厚紙、斉藤隆夫、栗原雄一郎教著禁縁ファシズムと戦うに集裁した。山崎正和、養老大竹氏、はすみ彦 宮崎哲也、小松義彦らも同様な意見を表している。個人や集団にファシストの表現を用いることは、歪説表現、侮辱的、名誉毀損的表現と同様に、憲法上の保障の拉致外に置かれるとして、ファシスト発言が有罪と判決された、米国のチャプリンスキー事件がある。権威権運動の広がりを危惧した、ダニークマは、 1987年3月27日、付け入管コラムで、一斉禁煙などはファシズムにつながるのではないかとし、禁煙をファシズムに初めてなぞらえた。段は、禁煙検査訟で、体に良くないものをすべて排斥するのだとすれば、一番体に良くないと極論できる、生命活動そのものを排除しなければならなくなるし、本来は市民におけるマナー問題であるはずの物事に、 関して、訴訟を提起し、賠償を求めることには疑問がある。タバコだけでなく、香水や大衆といったものにも、同様のことを求め、禁煙があるなら、喫煙もバランスよくあるのが、本来の意味での公平であると言えるとした。筒井康やは1987年10月に、小説新調で、最後の喫煙者を発表し、禁煙権運動が、喫煙者への差別や、 排斥運動となってヒステリックに過激化していく様子を主人公の小説家の視点から描いている。世界保健機関、人権擁護局、赤十字、警察、自衛隊、マスメディア、国民もタバコを排斥する側に回った、と作中で風刺する。自身のコラムや作品中で禁煙運動を扱う。山田風太郎は1988年にエッセイ。 禁煙ファシズムの今後は、を文芸春秋に発表している。仕事上に召集された。フランスのエコノミストであるピエール・ルミューは、雑誌、インディペンデント・レビューの1999年ボリューム4ナンバー2に、ハイル・ヘルスという題名で論文を発表した。これは後に編集され、ファシズムザ・キャンペーンツーエンドスモーキングというタイトルで1999年10月2日の、 ナショナルポストとフィナンシャルポストに掲載された。彼はそこで現代の禁煙化をナチスの禁煙政策になぞらえて批判した。彼が折に触れプロクターの著書を踏まえて発言していたためにプロクターからの反論がなされたがルミューも再反論を行った。ジェームス・エンストロームらは喫煙を擁護する言論を封殺する動きが 類薦古技似科学に見られた動きと同様であると批判している。2003年、エンストロームラは他の多くの研究と異なり、環境タバコ炎と死亡リスク上昇の相関はかなり低いと結論する論文を発表したが、研究自体の疫学上の瑕疵と研究資金をタバコ会社関連の組織から得ていたことを学会や政府機関から激しく批判された。これに対し、 エンストロームは、これらの不当な批判は、正当な科学に対する政府からの弾圧であり、かつて、ソ連政府が、セ戦コの提唱した根拠の薄い学説を支持して、他の学説を唱える学者を粛清した、セ戦コ論争と同じ流れであると主張した。斉藤隆雄は、2004年に、著書、国家に礼獣せずの、禁煙ファシズムの狂気で、国家が、 国民の思考や健康を管理化とすることを批判する。タバコにかかる医療費の費用などを上げ、予防医学を進めるのであれば、飲酒や読書やスポーツなども体に良くないと言えるのだから、同じくその対象になりうる。老人や重度障害者、難治性の患者、ひいては生産性を低下させるジャーナリストや評論家なども医療費削減の対象となるのではないか、と疑問を示した。 斎藤は、引き煙者でタバコ嫌いを公言しているが、個人の趣味嗜好や健康に国や行政が介入することは、明らかに、第三者へ致命的なダメージがあると、ほとんど完全に確定された時でなければいけないと考えて、疫学を根拠とした健康管理や全面禁煙については国、行政レベルにおける介入の妥当性がなく、個人での権限権を主張するまでに止めるべきとした。 喫煙規制の海外圧力として、海外では喫煙と健康の悪化との間の因果関係の存在に関する議論はすでに決着したものとされ、それに、異論や反論を唱えることすらタブー扱いがなされている。アメリカにおける喫煙裁判の賠償金は、禁煙活動には数パーセントほどしか使われず、州や世界保健機構、連邦政府を巻き込んで利権化したとした。 日本の健康増進法の序文を提示して、プロクターの健康帝国ナチスを参考に、ナチスの政策に国家による健康増進とタバコ規制の同一点が存在することを挙げて国家による全体主義への危惧を示し、禁煙ファシズムと批判している。小屋の厚氏は2005年に著書禁煙ファシズムと戦うで分煙することで十分であるはずなのに、 拳炎からは1ミリリットルたりとも、タバコの煙を吸いたくないと過剰に要求しているとして、中庸を重んじる立場及び喫煙者の立場から、拳炎権運動に対する批判し、大気を汚すという点では、自動車の方が大きく影響しているのに、なぜ自動車には甘いのか、また他人に迷惑を及ぼすという点では酒も同じなのに、日本では酒に対しても非常に寛容であると述べた。 2006年に杉村多蔵の若い人にとっては、タバコは臭い、汚い、金がかかるの三 k の発言を国家賠償法による損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。小屋野は法廷で国の政策を批判したが一審、二審で敗訴して上告は受理されなかった。弁護士を探したが受任者が現れずに、 放送会でも禁煙ファシズムが広がっていると主張した。2007年に新幹線や特急などを全面禁煙にした JR 東日本に対して定めを求めたが敗訴した。2009年に著書禁煙ファシズムと戦うの問題点を指摘して小屋のと公開討論を要望した個人に損害賠償請求を求めたが敗訴した。2009年に続編 禁煙ファシズムと断固戦う。を、執筆、出版して、喫煙者の人権は、無視されている。上下を一した禁煙ファシズムに、もはや、フェアプレーは通用しないと訴えた。哲学者、カール・ポパーの、社会を良くしようとする、昇進正明正の親切心から起こったものが、多くの参加を生んだを援用して、具体例に、フランス革命、ソ連、ピノチェット、ポル・ポトなどを挙げた。 ファシズムの用語法について、山口ただし、ファシズムの定義によれば、政治学上のファシズムは、極めて強力なもので、この場合の、ファシズムは、比喩的用法だ、とした。パイプ喫煙の普及等に努めている、日本パイプクラブ連盟は、2007年より連載の、同連盟のサイトのコラム、禁煙ファシズムに、モノモースにおいて、喫煙規制や、禁煙団体、 出演者の雇用をしない企業などに対する批判を繰り広げており、禁煙強連中のネチネチとしたしつこさは、それこそ正真正銘の病気です。インターネットのタバコ関係の膨大な書き込みの内容を眺めるだけで、連中のパラノイア症状の深刻さが適面にわかりますと、といった同コラムの内容がインターネット上で話題になっていると、J キャストニュースにより報道された。 同社がコメントを求めたところ、一部の過激な権限者の圧力を受けて、地方自治体や公共輸送機関などが、有無を言わさずに強引に、全面禁煙を強制する昨今の社会風潮は、温湯を書き、甚だしく危険なものだと考えます。JR 東日本は、これまで分煙を掲げてきましたが、急に、全面禁煙を利用客に強制するようになりました。 喫煙者の利用客の立場を一方的に無視する傲慢な経営姿勢の現れだと受け止めております。従いまして、全面禁煙の強制には、当連盟は真正面から反対いたしますと表明した。宮崎哲也は2007年1月7日の朝日新聞社説が禁煙推進の内容であったことについて、社説は喫煙の自由を政府の力で縛れと煽動している。 禁煙ファシストとの指摘は誇張でも何でもない。健康は国民の義務がナチスの構成事業のスローガンであった。露骨に国家統制を要求するとは一体どこのファシストか。朝日新聞はタバコをやめたくない人もやめざるを得ないよう政府が強制措置を取るべきだとでも言うのかとして、個人の思考に公権力の介入を許すのなら反対論や喫煙者への配慮があるべきであると語った。 山崎正和は、権煙権運動と一連の規制を過剰な、公権力の介入であるとして批判した。月刊文芸春秋2007年10月号で、養老武氏と対岸した変な国、日本の禁煙原理主義を掲載した。馬鹿の壁の著者で知られ、東京大学名誉教授、医師、解剖学者の養老武氏は、月刊文芸春秋2007年10月号で、 山崎正和と対岸した変な国、日本の禁煙原理主義で肺癌の原因がタバコであると医学的に証明できたら、ノーベル賞ものタバコの害、並びに受動喫煙の害は科学的に証明がされていない禁煙運動家がタバコの取り締まりに権力欲から中毒している人間の文化から中毒性を取り除くと何も残らないなどと禁煙運動家を批判した。 日本禁煙学会は、タバコが害だという根拠がない、という根拠を示せと、同年9月に公開質問状を出した。養老が所属する芸能事務所は、これまでも反対される方へ、反論のコメントを出すということはなく、質問状が手元に届いても見ずに捨ててしまうだろうとしている。脚本家の倉本総は、2010年に愛煙化通信ナンバー2において、 レストランやロビーの良い席は常に禁煙とし、喫煙者を悪い席へ追いやる行為は、サービス業においてやってはならぬことであると主張している。かつてのアメリカが、白人席と黒人席を分けていたことと同様の差別を行政が後押ししていると持論を展開し、見えないファシズムへのかすかな足音と表現している。作曲家の杉山孝一は、昨今の犬猿の風潮について、 禁煙ファシズム、喫煙一目などと称して批判しており、2011年に西部進村と共に喫煙文化研究会を設立し、その代表についている。また、アドルフ・ヒトラーが反タバコ政策を行っていた歴史を例に挙げ、タバコ税の増税を行う日本のことを、まさにナチス時代を彷彿させる禁煙ファシズムそのものと、表している。評論家の西部進は、 2011年に杉山孝一らと共にヒステリックな犬猿運動に反対する喫煙者を集め喫煙文化研究会を設立した。また2017年には死ぬまでタバコを吸い続けると述べながら、まあこの病は全世界的な現象だから僕ごときが禁煙ファシズムだと批判しようがアイエン化レジスタンスを結成しようがどうしようもない。 だから運動会の東京招致に熱狂し、それに合わせて、禁煙全面化だと騒いでいようが、僕の知ったことではない。どうぞご自由にというしかないね。と禁煙ファシズムという言葉を、禁煙運動を批判する文脈で使用している。立命館大学准教授の千葉山也は、2017年に、オピニオンサイトの投稿で、全面禁煙化の訴えは、アナログコミュニティを破壊して、 合理的主体の勝利を目指すプロパガンダの一環であると主張している。また、自身のツイッターで、喫煙者が煙に触れない権利があるのと同様に、喫煙者には、喫煙者が煙に触れていない状態と同じく、心地よく喫煙しつつ飲食する権利があります。答えは文煙あるいは店舗の種類を分けることです。これは、論理的に明白です。 禁煙のみが主張されることは非合理的で人権論として不平等です。と述べている。経済評論家の森永拓郎は2017年にドワンゴが主催した座談会禁煙ファシズムに断固反対。愛煙課題集合スペシャルに出演した際、厚生労働省が受動喫煙防止を目的に推し進めていた原則屋内禁煙の健康増進法改正案について 今の法案の中身というのは喫煙者を殲滅しようという方向になっていると持論を展開した。また、同年に喫煙文化研究会が主催したシンポジウム、タバコはそんなに悪いのですか ?2017 に出席した際にも、同様に頭の中は喫煙者殲滅、魔女狩りと日本の受動喫煙対策を批判している。2019年に銀ざるールが全直営店で 紙巻タバコの喫煙を禁止すると発表した際には、禁煙ファシズムが、ここまで来たか、とコメントしている。ジャーナリストの山地徹は、2017年に、ドワンゴが主催した、座談会、禁煙ファシズムに断固反対。愛煙課題集合スペシャルに出演した際、厚生労働省が、受動喫煙防止を目的に推し進めていた原則、屋内禁煙の健康増進法改正案について、 喫煙者を殲滅しようとしていると持論を展開した。また、同年に喫煙文化研究会が主催したシンポジウム、タバコはそんなに悪いのですか ?2017 に出席した際にも、同様に半ば義務のような形で法律が国民一人数とに健康でなければいけないんだ。と迫っている。これにすごく違和感を覚えると日本の受動喫煙対策を批判している。 安倍内閣内閣官房参与の飯島伊佐夫は2017年にプレジデントの連載でタバコの悪い面を並べればいくらでも出てくるのだろう。しかしお酒の悪い面を並べてもいくらでも出てくるのだ。巨悪のお酒については断まりを決め込んでタバコの悪い部分ばかりを強調する。これが禁煙ファシストの卑怯な手口だなどとして昨今の受動喫煙規制について批判している。 また、2017年から2018年にかけて、東京都で罰則付き受動喫煙防止条例案について議論がなされていた際には、東京都では極めてバカバカしい内容の受動喫煙防止条例案が都議会にかけられる、藁をもつかむ思いで、禁煙ファシズム一直線に走るしかなくなった、小池都知事として小池由里子を国評した。評論家の古谷京子は、 2018年のオピニオンサイトへの投稿で、近年の受動喫煙防止対策について、喫煙と喫煙者とタバコは全部除去せねばならない悪で、あるという観念のもとに進められるなどと持論を展開し、アドルフ・ヒトラーの行動になぞらえて酷評している。2018年7月に制定された東京都の受動喫煙防止条例についても、バカバカしいですよ。アルコールや塩分。 食品添加物、もっと言うと放射線廃棄物は野放しで、タバコだけをやり玉にあげるのが理解できないですね。それに、外国の方がタバコのマナーに厳しいっていうのは嘘ですよね。平気でポイ捨てとかしてるしなどと批判している。古谷自身は、引き煙者を自称しているが、時中リバーなどでタバコを吹かすとも語っており、従業員のいる飲食店は禁煙とか、 そこまで規制されちゃうとどうしようと述べている。また、タバコ一箱千円への値上げの動きについても、いささか行き過ぎていると主張している。禁煙検査省に携わった弁護士で、禁煙禁煙活動家の伊佐山義雄は、1999年に著書、現代タバコ戦争において、禁煙はファシズムにつながるの非難は、歴史認識のない人間による言葉の御用で、イタリア、 ドイツ、日本などに対等した対外的な侵略政策を特徴とする全体主義の政治的イデオロギーであったファシズムを権限権の批判に用いることは的外れで議論に値しないとしている。養老武氏と山崎正和による禁煙規制批判に対し特定非営利活動法人日本禁煙学会の理事長佐久田学は2007年9月13日付で 公開質問状を出した。肺がんの主な原因が喫煙ではない根拠、受動喫煙に害がない根拠、タバコよりも大気汚染が大問題の根拠、それぞれの明示を要求し、疫学に信用は置けないとおっしゃっておられますが、対談中に2件の疫学データをもとに、ご自分の主張を補強されておられる箇所があります。疫学には、良い疫学とダメな疫学の2種類があるのでしょうか そうなら、それは、どこで見分けるのでしょうか。お教えください。日本タバコ産業をはじめとしたタバコ業界から、講演料、顧問料、コンサルタント料などの金銭的報酬を受けて、おられますでしょうかとただした。後者の金銭的報酬に関する質問の根拠に、利害関係の開示は、欧米先進国の学術雑誌の投稿論文の不可欠の部分を挙げている。 ロバート・イヌ・プロクターは2015年にナチス政権下の健康政策を詳細に述べた自身の著書健康帝国ナチスで現在の国家主導の環境健康保護運動をファシズムとみなす態度を誤解として明白に否定している日本文化史の研究家であるパオロ・マッツァリーノは禁煙ファシズムという主張は歴史的観点から無理のある奇弁であるとしている 明治以降の新聞記事を調べた結果、明治時代にはすでに都市部の電車では、車内禁煙が進められており、当時から禁煙を守らない喫煙者によるトラブルが絶えなかったという。大正14年3月1日には、商船内での喫煙が多くなって苦情が増えたため、タバコご遠慮くださいの張り紙がされたと報じられるも、掲示を無視して、喫煙を行う喫煙者は絶えず、新聞等書欄でも、 話題となり、昭和5年11月26日付、東京日日新聞では、ご遠慮くださいが、絶対禁煙に改まったと報じられている。そうした周囲への気遣いができない喫煙者が、明治以降100年近く幅を利かせ、甘つさえ注意されると暴力を振るう喫煙者による、事件は突出して多いという事実から、喫煙者は、肩身の狭い思いをしている無垢な被害者ではなく、 規制されるのは自業自得であるとしている。ありがとうございます。